チャオ、あっちゃんです。今日5月の17日、あっちゃんのお昼ご飯は車中飯です。今日はね、子供と一緒のお弁当をね、一緒に詰めてきたんでね、持ってきました。まあね、どうしようか悩んだけどね、今日はね、海鮮を買いに、和歌山と泉佐野、今泉佐野漁港やねんけど、に来て、でそこでね、食べようかなと思っててんけども、どうも見てたらね、なんかあれそう、うん、まあ確かにね、アナゴ丼がちょっと気にはなってたんやけど、あんまり食べるとね、時間的にもあるし、これの方が時間は余裕あるしね、最初やからね、それで時間が余裕があれば、ここでまだ今度でいつでも来れるからねと思ってね、ちょっとお弁当を詰めてきました。詳しくは朝のお弁当動画を見てください。はい、ということでいただきます。今何時だい？ね、ここをね、遅くても1時半までには出たいねんけど、今ね12時53分。まあ、なんとか1時半には出れるでしょう。1時間あれば最後先つけると思うんでね。ちょっと早く着いて散策もしたいなと思ったり、もう宣伝も何でもないんだけどもね。まあちょっといろいろと、いろいろとごちょごちょとあります。はい。いただきます。まず。ちょっと、ついてしまう。ツイートするね、ツイートっていうかね、ごめんね、ちょっとね、こういうのをしとかんとね、営業活動でございます。はい、どこだ、ちょっと待って、使い方が分からなくなってきた。 Facebook は、あ、ここだ。リスト、どこ、あ、いろんなとこにね、投稿しているんで、
S と1どこ またやってもうた。お手拭きを取ってくるわ。昨日と同じことしてるな。今日はね、怪しいものは映らないように気をつけます。ポークチャップ美味しい。甘すぎず、うん、絶妙。なんとか、あ、これ美味しい。なんかこの喜ぶな。冷凍食品、タコさんもいいな。キノコ美味しいわ。きっと美味しい。美味しいね。買った牡蠣を1枚目剥いてこれ食べたいね。おばちゃん1枚剥いて言いたかったな。1200円って書いてあったんだけど、1000円になってん。おばちゃん1000円してくれて、あれはいいね。
きとか好き。平谷ってさ、何やねんけどね、1枚500円で貝ばっかり買ってもしないし、またいつか買おう。お兄ちゃんはもう、何もう勧めてくれたんじゃんだけど、さばいたってよ。自分でさばきたい。もうエバーグリーンで持って帰って、今度ハモさばこう。ハモって噛まれへんのかな、もう生きてないかな。弁当車の中で食べるのいいよね、車中飯ね。よっちゃんが好きです。同じことをね、同じところじゃなくて違う環境でするっていうのはすごくいいよね。美味しいよ。いちご卵になんか、変な感じするけど、これはこれであり。初めてやってんけどね。微妙って言うか。メルセデス多いな、ここ。さんが多いんやな。メルセデスそんな高くないけどね、最近ね。生で見たときまたピニョピニョ言ってもね。春巻きのチーズだと美味しいな。でもお弁当にすると、一回レンチンして冷める。で、家でレンチンしたらすぐ食べてみても、食べてないけど、皮がうにゃっとしとったね。だから、揚げてパリッとしたら美味しいかもわからない。何やって家で作ったんやけどね。これ何やろ、カマンベールかな。仕方完食しました。お昼ご飯、泉佐野漁港で車中飯、お弁当を食べました。ね、ここでね、海鮮買ってすぐ食べられたらいいんだけど、なかなか買ってすぐさばいたりできへん。おばちゃんに柿1枚剥いてくれるかなんけど、でもね、どうなんだろう。まあそれはそれでありかもわからんけど、ちょっとお茶を飲みましょう。
氷が溶けてるけどね、よう冷えてるわ。美味しかった、ごちそうさま。ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、泉佐野漁港で車中飯、泉佐野漁港青空市場に来てね、ちょっと見てきて、お魚もいろいろあんねん。確かにまた下ビラメがね、いっぱい入って300円とめちゃくちゃ安いな、あれね。まあこうでさばいといて、前のもね食べたりみんなにあげたり、結局自分家で食べたのは7、8枚しか食べへんかったな、あとみんなあげたけどで、もうそんな感じになっちゃうねんけど、いっぱいね大量に買うのは面白い。でもいろんなお魚、やっぱりね、メイタガレーはメイタガレーで何枚かとか、同じ、アジが4本でいくらとかって売ってんだけど、そうじゃなく、いろんなお魚バラバラでいっぱい買えたらいいのにな、そういうセット作ってくれたらもうそこ飛びつくねんけどって思いました。はい、またここまた面白いんで来たいと思います。でまた次田尻は日曜朝一しかない、岡田もそうやったかな、なんかそんなんらしくて、で奈良の市場も、月末土曜日とかやってるんで、そういうところいろいろ出没していきたいと思います。で雑賀崎これから行って、まだ今1時なんでね、次は2時ぐらいになるんで、雑賀崎これからちょっと移動して、また雑賀崎のね港で港でちょっといろいろ見たいと思います。はい、ということで今から、ちょっと休憩してから移動したいと思います。はい、ここから約1時間のはずです。ちょっと見とこうか。Google マップ、雑賀崎漁港を、でこっから経路、56分高速使って56分、下道行って58分。あんま変わらへんの。まっちゃんは下道を行こうと思います。はい。ということで、行ってきます。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんの車中飯、お昼ご飯、お弁当、よかったよと思ってくれた高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では、また次の港行きます。見かけたら声かけてね。で、ここで言っても知らないよね。